向こうに何があるのか、誰も知らない過去の世界か。戦艦隊ポセイドン。コスモ市長をお返しください。アルタシア、君の気持ちはこの僕にもよくわかる。だがもう一度考え直してくれ。今この地球ゴドメスから救うにはあの市長がぜひとも必要なんだ。私の星はすでにゴドメスの手に落ちています。けれど私の最愛のGをスパイと呼ぶあなた方のために市長を役立てようなどとは思いません。いや、それはバンの隊長がそう言うからにははっきりした根拠があってのことだ。我々を信じてほしい。いいえ、私はGを信じています。よろしい、コスモ市長をお返しましょう。長官。どうぞお返しします。東鉄、時後直ちにアルタシア姫を白亜紀にお送りしろ。はい、はい。世紀にコスモ市長ともどもアルタシアが生きておると。確かにそう言ったのか、あのロボットが。はい、間違いなく。エントロピービームの時空調節不備か。よーし、市長の謎が解けたならば奴らはすぐさま白亜紀に飛んで帰るに違いない。その瞬間を狙い撃ちにするのだ。タイムGメンどもの動きをよく見張っておけ。はっ。ポセイドン号はただいまより10分後に白亜紀に到着の予定。了解。当地点より誘導電波発信します。うん、外の見張りに立て。うん、了解。到着地点確認。到着地点確認。ディメンションブレーキ作動。ディメンションブレーキ作動。ローレンツゼロ、ローレンツワン、ローレンツツー、着いた。ローレンツスリー。
隊長、隊長ゴドメスです。ヘッツ、緊急発進。了解。くそ、本堂で迎えだぜ。アザシア、そこに座ってしっかり捕まってろ。時号、ただいま戻りました。うん、いや、ご苦労。いや、いや、ご苦労様でした。しかし何ですな、何だって奴らあんな無茶苦茶な攻撃仕掛けたんでしょうな。いや、決まってるさ。奴らにとってはコスモ市長ほど怖いものはないからさ、うん、それに小聖堂が帰ってくる時にはすっかり市長の謎も分かっちまってると思ってるからね。そうか、あのおしゃべりロボットはみんなバラしまったからな。お黙りなさい。何を根拠にそのようなことを言うんですか。お待ちなさいよアルタシア、帰った早々熱くならなくたっていいじゃないの。何も森ちゃんだって悪気があってさ。なんですって。まあまあまあ、冷静に冷静に。いや、アルタシア、お帰りなさい。隊長さん、G はどこですか。G に合わせてください。どうしたの？ジー、この穴は銃で撃たれたもの。どうしたのですか？実は私がビッグラウスを撃ったんだ。なんですって？彼は我々に対して、いや、あなたに対しても裏切りを働いた。そんなバカな。隊長さん、Gをすぐ手当てしてください。修理して元通りにしてください。そうすれば真実が分かるはずです。よろしい。ヘツ、メカに一番詳しいのはお前だ。やってくれ。はい、いいんですか。
あの野郎修理しちゃって彼女の納得するようにとの長官命令だよ。エネルギーチャージはまだか。はい、あとしばらく。早くしろ。コスモ市長に秘めた我々滅亡の秘策、奴らが持ち出す前にぶち壊すのだ。終わりました。これで間もなく回路が働き出すはずです。ジン、おお、びっくりした。あ、姫、ご無事でございましたか。無事でしたよ。いやいや、こやつめです。こやつめが私を撃ったのですぞ。さよう。裏切り者は葬らねばならん。裏切り者？一体この私めが何をしたというのじゃ。この大嘘つきめが。嘘つきはお前だ。なんという無礼な。おお、そうだ、姫。姫ならばこの私めがいかに忠実で正直であるかお分かりでござる。大丈夫ですよ、ジー。私はあなたを信じています。みんな聞いたか、姫のお言葉を。お嬢様育ちっていうのはあんなもんなのかしらね。人を疑うということを知らないんだよ。なんて失礼な。じい、参りましょう。さようでございますな。参りましょう。参りましょう。待ちたまえ。これを持ってきたまえ。いくらコスモ市長を持ってるからといってこういうものもあった方がいいですぞ。隊長、いいんですか。何、アルタシアがあのロボットと。それは好都合だ。でございますが、もしかするとこれは罠では。いや、あのロボットがいる限りどうにでもなる。追っ手を差し向けろ。はっ。姫、大丈夫ですか。隊長、いくらなんでもこの白亜紀の真っ只中へアルタシア一人をほっぽり出しておくわけにいきません。それもあんなロボットと一緒に俺は行きます。まあ慌てるな。いくら俺だってそれぐらい分かっとる。モリー、アルタシアの現在地はどこだ。はい、隊長。どうですな。南南西 2.8 キロです。なんだって、うん、こんなこともあろうかと思ってな、アルタシアの服に発信機をつけておいたんだ。隊長、よし行くぞ。みんなでアルタシアを護衛するんだ。了解。はい。大丈夫？はいはい。姫、これから一体私たちはどこへ行くんですか？もちろん決まってるではありませんか。ゴドメスを私たちの手で倒しに行くんです。なんですと？驚くことはありません。私たちにはコスモ市長があるのです。ではやはり市長の謎は解けたのです。で、それはどのような手立てでございますか？それは、その時まで秘密です。そのようなことを、姫は私めを信用してくださっているんでございましょう。でも、こればかりは言えません。さようか。
が。しかし姫、一体この行く手にゴドメスはいるんでございますか？心配ありません。ゴドメスは必ずや向こうからやってくるはずです。そうか、ただいまアルタシアは山岳地帯を通過中です。よし、今こそ千載一遇の時、人思いにアルタシアと主張を亡き者にしてやるわい。タイムジーメンどもの命にな。小型船の用意をせい。小型船でございますか？この度ばかりはわしのこの手で決着をつけたい。それに、それにたとえこの命こそも主張のため枯れようと、母船にはわしに続く者たちがおる。姫、どうしたのです？ゴドメスが。あそこに、ほら。とうとう現れましたね。いかん、子供たちの奴らに先を越されたぞ。何、行くぞ。アルタシア、コスモ秘境の威力とやらとくと見せていただこう。ジン、座礁を打ちなさい。なんですと。それより早く秘境の力を借りて。命令です、撃ちなさい。早く。はい。これは面白い。そのロボットには私は撃てない。なんですって？ロボットは我らの味方じゃ。ビクラジ、アルタシアを撃て。やっぱり。さよう、アルタシア様、お覚悟を。ジン、行くぞ。おう、アイタスボンバー、ほっ。アイタスボンバー、撃て。アイタスボンバー、ジャン。撃たるが。ごめん。ゴー。よくも邪魔を。俺とも奴を生きて返すな。やめろ、引き上げだ。待てー、わしも連れてってくれー。
危ないところありがとうございました。いや、しかしまたどうしてあんな危険な真似を。どうしても私の目で G の裏切りを確かめたかったのです。とうとう一人ぼっちになってしまいましたわ。何を言うんだアルタシア、ここにいるみんなは君の仲間じゃないかよなあ。そうよ、よ皆さんありがとう。さあこうなった以上一刻も早くコスモ市長の謎を解いていただかねば。はい、分かっております。隊長、用意はできてます。よし。この次です。あれが読めますか。はい。大変です。どうしました。コスモ市長の謎の半分は G のコスモリアクションに秘められていると。え、じゃあ市長の半分はゴドメスの手にあるというのか。ああ、えらいこった。